はい、こちらですね、台湾のお茶で粉末状になっているので、カップにですね入れてお湯で溶かしてすぐに飲めるタイプのものです。名前はちょっと分かりませんけれども、台湾の、お茶になります。で、中の成分がですね、いろいろ、入っているようで、どんな味か、これから試してみたいなと思います。中にですね、このような感じで入っています。こういう感じでいろんな、食材が入っているので健康にも、良さそうかなと思います。ここにも載っているように、人工的なものを、あまり加えていないようです。粉はこのような感じになっています。一応ですね、200cc に対してこの袋、一袋分のようなので結構な量ありましたけれども入れてみました。このコップだとですね、3分の1ぐらいは、粉で入っています。お湯に溶かしてみたら、このような感じになりました。ごまとかですね、あと豆類のですね、素材も結構多く入っているので甘さもありまして、とても飲みやすい、感じだなと思いました。結構ですね甘さあるので、仕事とか少し休憩して甘いものが欲しいなと、思った時に結構いいかなと思います。台湾に行ったら、一つ試しに購入してみてください。お土産なんかにもいいかなと思います。